前回はですね、まあ、お二人の経歴、そして一番こう記憶に残ったところがあれですね、アスリートはまあビジネスにおいてちゃんと自分の理想を描いてそこに到達するためにすごく邁進することができるのですごく強いっていうお話がすごく今興味を持って聞かせていただきました。で、今回のセクションはですね、今現在のお話を伺わせていただきたいと思います。まずはですね、崎本さんにお伺いしたいんですけれども、はい、今の事業かなり成功されてらっしゃると思うんですけれども、それが成功した秘訣をちょっと教えていただきたいです。まあ、成功してるっていうよりかは、まあ、成長しているという形だと思うんですけども、大きくなっているということですね。そうですね、言葉遣い一つにしてもやっぱり業界のイメージというか、そのお客様の価値観がもう本当に180度変わるようなことを提供したので、逆に他社様の方が例えば買取金額が高かったとしても、お客様はあなたが気持ちよかったから、あなたの接客が気持ちよかったから、その金額でいいわというようなことを言っていただけるんですよね。だからお客様は単純に買取金額だけで決めてるのではなくて、結局はその目に映る全てのものを体験で、そのサービスをに対しての対価を支払うかどうかを決めているっていうのを、まあ、私自身はすごく勉強にさせていただいたので、信頼関係を築けるようなところにしっかりこう会社としては注力してきた。だから他社とは違う形で成長できたんじゃないかなとは思ってます。なるほどですね、ありがとうございます。じゃあ続いて芦名さんにお伺いしたいんですけれども、はい、いろいろキャリアを切り開いてこれた秘訣、この秘訣って何だろうって。まず1個は捨てることですね。決断をすることです、うん、それは自分で決めるっていうことですね。多くの人が何かを決めようとするときに人に決めてもらってるんですよ、うんうん、それって結果が出なかったときが一番問題で、結果が出なかった時に人のせいにできるんですよ。なるほど。で、うまくいった時に人に感謝できなくなるんですよ。ああ、なるほどなるほど。ただ自分でそれを自分で決断することができたら、うんうん、うまくいかなかった時は絶対に自分のせいなんですよ、うんうんうん、で、うまくいった時に周りの人たち本当にありがとう、助けてくれてって感謝ができるようになるんですよ。なるほど、自分で決めたことを後押ししてくれたから。そうです、ありがとうございます。じゃあそんな中でですね、ここですね、まさしく今の話にも通じることなんですけれども、キャリアを築く上で大切にしてきたこととは。例えばこれから、さっき成功じゃなくて成長だって言われましたけど、その成長していく部分で今これ必要なのって何だと思います？やっぱり自分にしかできない、自分たちにしかできないことをとことん追求するっていうところかなと思います。一番お客様が求めているところは接客力だっていう、新しい価値をお客様に提供したことによって、お客様はその分私たちに対価をしっかり払っていただけたっていう、まあ、成功事例がありますので、今ある当たり前っていうところにいかに疑問を感じて、その当たり前に流されずに、いや自分たちはこういうマーケティングをしてこういうニーズがある、こういう需要があるっていうところの仮説検証をしっかり繰り返した上で、結局は自分たちにしかない価値っていうものをいかに生み出していくかってことを、とことん追求するところに尽きるのかなと思います。ありがとうございます。芦名さんはどうです？まあそうですね、一個はまあさっき言った決断をしろ、自分で決めろっていう、はい、あともう一個は能力を知るっていうことですね。分かりやすく言ったら、例えばダイエットがしたいんだったら、自分の体重お前何キロだか知ってるのかっていう、それを毎日知り続けろっていう、そしたら毎日ちょっとずつ落とすだけなんですよ。すごく簡単なんです。よく人と比べるなっていうのがあるんですけど、僕はそれは間違いと思っていて、絶対に人と比べるべきなんです。隣のやつより僕の方が足が速いのか遅いのかっていう。なるほど。これ比べなかったら僕世界で一番足速いんで。そうですよね、はい、数字で出てるものは比べるのは簡単です。数字で出てるんで。なるほどなるほど。その数字に見えないところをどう自分でしっかりと認識していくかっていう。私はもうどちらかというと日々その成功したことっていうか、うまくいったことってないんですよね。もう起こること全てがうまくいってないんです。起こることの物事の捉え方で、その次のアクションも全然変わってくると思うので、うんうん、だから僕はそういう生き方をしているので、調子いい悪いとかはないですね。常に調子はいいけど、うんうん、起こること全ては良くないことが起こるっていう考え方。僕もすごく似てると思います、うんうん、ただ僕はそれが基本的にはもう大成功してると思って生きてるんで、うん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 、ただ失敗予測はすごくしてます。もう人生ってもう何が起こるか分からないので、もう完全なお化け屋敷だと思うんですよ。でもそこに最初にバンってもう電気つけちゃうっていう。あ、なるほどなるほど、はい、
でみんなこの電気をつけないで進むから怖いんですよ。だから最初に自分がどこに立っていてどう電気をつけてよし行こうって言ったらものすごく鋭く生きれるっていうか、要は大人ってみんな完璧を偽ってるんで、みんななんか成功してるふりをするんですよ。上司もみんなそうだし、だから自分ができないことがダメなんじゃないかってすごく思うんですけど、みんなクソほどできてないんで。わかりますわかります。できないことに逆らおうとしないで、できねえなでもどうしようかな、うん、ぐらいから始めた方が気が楽なんですよね。あでもなんかまさしくあれですよね、新しいことをしようとする人は全員新人だっていうふうなことなんですよね。ありがとうございます。